大陸モモンガは、ネズミモクリスカリスアカモモンガ族モモンガ族に分類されるモモンガの一種。種の学名テレミスボランズの意味は、飛ぶ、翼のあるネズミで、テレミスがギリシャ語で、翼のあるネズミ、ボランズがラテン語で、飛ぶをそれぞれ意味する。2006年の夜に、フィンランドのクラウカラで撮影された大陸モモンガ。ユーラシア大陸北部に幅広く分布する。 その生息範囲は、フィンランド北部、エストニアラトビアから、ロシア連邦、モンゴル、中華人民共和国の西北部及び東北部、朝鮮半島と広範囲にわたる。なお、カムチャツカ半島には分布していない。また今泉義則は、北海道産のアシュを PV オリーに分類したほか本州、九州に生息しているモモンガを別アシュ、PV アミーグデライに分類したが、 日本モモンガは、エゾモモンガと陰形骨の形態が全く異なっていることが判明したため後に別紙として記載された。体長は15から20センチメートル、お長が10から12センチメートル程度。北海道に生息するアッシュエゾモモンガの場合、東道町は15から16センチメートルで、お長が10から12センチメートル、体重は100から120グラム。背面は、夏毛で、 淡い茶褐色、冬毛は淡い灰褐色で、覆面は白色であるが一部個体差がある。顔に対する、目の締める割合が大きく、滑空するための飛膜を持つ。入頭数は4体である。平野部は鉱山帯にかけて分布し、生息標高は、海抜0メートル2500メートルと広範囲に、渡る。夜行性で、日没直後引く日の出前後に渡り活動する。 樹上生活を行い、飛膜を用いてかックル花、葉枝、種子などを食べる。日中は、軌道の巣穴、巣箱で休息する。年に1回、または2回繁殖して春引く夏に2から6頭を出産する。増林地ではワカメを食害するほか、小鳥繁殖用の巣箱に入ることで、間接的ながら邪魔をする。一方で本種の毛皮は、 かなり薄く時給に耐えないが、質が柔らかいため感知では、耳かけなどに用いる。リトアニアでは絶滅したと考えられ、ベラルーシでも絶滅した可能性がある。フィンランドエストニア、韓国でも森林分断化の悪影響を受け減少傾向にあり、韓国に生息する大陸モモンガのアシュチモモンガテレミスボランズエルコは1982年11月16日付で、 韓国の天然記念物に指定されている。日本に生息するエゾモモンガは普通種だが、森林の孤立、分断化による個体数減少が懸念されている。なおエゾモモンガを除く大陸モモンガ種はかつて、袋モモンガアメリカモモンガとともに、日本国内へペットとして輸入されていたが、個人による飼育下での繁殖は難しい。また大陸モモンガ種は野生化した個体が、 エゾモモンガとアシュカン交雑したり、エゾモモンガや日本モモンガと競合したりすることが懸念されたため、2005年12月14日から特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律により特定外来生物第二次指定種に追加指定され、翌2006年2月1日以降は輸入、飼育などが原則として禁止されている。ありがとうございます。